タートしました。ほぼ揃いました。そーっとゲートを出たディープインパクトは後方に控えて、今一番後ろの追走、スタンド前先行争いは行きました。久々にコスモバルク五十嵐冬樹2馬身リードを取って、ハーツクライ、そして当選者なおオフサイチパンドラ2番手3頭、その後2馬身差でドリームパスポート、そして名将サムソン、3馬身がいて中段スイフトカレント1コーナー、雪のサンロイヤル、そしてプリードニア、ウィジャーボード後方から2番手でディープインパクト、これを見ながら一番後ろの追走、1コーナーカーブを回っていきました。久々に行きましたコスモバルク五十嵐冬樹2馬身のリード、当選者なお後藤弘樹2番手、1馬身差ハーツクライルメール、3番手につけていきました。2コーナー2馬身がいて、フサイチパンドラ福永雄一4番手、そのうちドリームパスポート岩田康成前から5頭目向こう上面、2馬身がいて名将サムソン石橋守、そのうちにスイフトカレント横山典弘、1馬身差雪のサンロイヤル田中勝春で、フリードニアティエリジで後方から3番手1400を切って、依然おしまいから2番手ウィジャーボードとフランキーデッドオーリ、2馬身がいてディープインパクトは依然最後方です。坂を登って向こう上面、これから下りに入って遅い流れ、遅い流れで今年のジャパンカップは進んでいます。コスモバルクのマイペースリードは2馬身保って3コーナーカーブ、当選者なお2番手、そしてハーツクライ前3番手で3コーナー 1000m 切りました。フサイチパンドラ4番手、ドリームパスポート5番手ですが、さあ後続の動きはどうか。名将サムソンがじわっとポジションを仕上げて、スイフトカレント雪のサンロイヤル、ウィジャボードおしまいから3番手でジョッキーの手がちょっと動いているか。フリードニアそのうち、そしてディープインパクト、今ウィジャーボードの外に合わせていきました。先頭までは 5,6 馬身のところ、600を切って一段になって第4コーナーから直線、コスモバルクやや内を開けて先頭で1馬身のリード、追っている当選者なお、そして内に潜り込んでドリームパスポートが3番手から2番手に上がってくる、そしてフサイチパンドラ、ババの真ん中から一気にディープインパクト、坂を登ってディープインパクトが一気に先頭に変わった。ディープインパクト先頭で200を切りました。さあそして内から追い込んできたのはドリームパスポート、ドリームパスポート、ウィジャーボードも3番手に上がってくるが、しかし関係ありません。全てを振り切ってディープインパクトゴールイン。ディープインパクトお見事。